皆様、こんにちは。ラジコン料理のお時間です。本日はラジコンだけで幸せの具現化、ジャンボエビフライを作っていきます。材料はこちら。エビ、パン粉、片栗粉、レモン。早速作っていきましょう。まずはエビの下ごしらえをします。むきエビに片栗粉と料理酒を入れて汚れを取っていきましょう。こうすることで片栗粉の粒子がショベルでは洗えない細かいところまできちんと汚れと臭みを取ってくれます。ショベル揉み洗いの次は水気を取っていきます。お次にジャンボエビフライの形成の準備です。ラップの上にエビを並べていきましょう。スイミーのように大きなエビの集合体をイメージしてジャンボエビフライの下地を作ります。完璧やないかい。素晴らしい。ラップの端をショベルに引っ掛けて包み込んでいきます。うわうわいく巻き上がった。ナイス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 。反対側も同様に包み込んでいきましょう。そういうこと。うわ、綺麗に巻けた。形成したエビを2時間冷凍しています。冷凍している間にレモンをカットしていきます。ご自宅にある適当な台を利用しレモンカット装置をご準備ください。レモンに規制を効かせてあげることで酸味がまろやかになる気がします。高さが足りない場合は台を追加してください。全然切れない。もう一回行こう。一筋縄でいかない場合は1メートル以上の高低差を利用しレモン高低差落下切り装置をご準備ください。いきましょう。包丁の位置を微調整ください。ほるほる来た。この微調整が大事なんですよ。これで、うん、美しく切れましたね。どうせ白米が欲しくなるので炊いておきます。お米を炊いている間にバッター液を作ります。ご自宅にある台を利用し卵を割っていきましょう。ショベルを使い卵の殻を取り除きます。割れた卵の中に小麦粉を加えます。ダマにならないようにショベルで15分かき混ぜていたらエビが冷凍されたようです。手前が通常のサイズです。ショベルを使いバッター液をかけていきましょう。まんべんなくバッター液をかけたらパン粉をまぶしていきます。パン粉の海にエビを泳がせることでエビがサクサクになります。それがエビフライです。それこそ米炊けた。お米が炊けたことでエビの気持ちが前向きになり自らパン粉に取り込みましたね。料理は愛です。食べたい気持ちと食べられたい気持ちが相まった時そこに幸せが生まれるのです。熱した油にエビを入れて揚げていきましょう。通常サイズのエビフライも揚げていきます。でかすぎやろ。お皿に高低差落下切りしたレモンを添えたら幸せの具現化、ラジコンだけでジャンボエビフライの完成です。いかがです。幸せとはこのことやろ。普通のエビフライがこれや。このサイズや。おかしい。お前がな。お味はいかがでしょう。うまー。幸せとはこのことや。よかったですね。皆さんもぜひラジコンでジャンボエビフライを作ってみてくださいね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。ラジコンに作ってほしい料理があればコメント欄でお待ちしております。ではまた。